大谷健一は鼻から入れる胃カメラの研究員。胃がんは早期発見すればほぼ治る病気になってきた。彼は2種類のレーザーの光を組み合わせて早期がんを見やすくする技術を開発。胃に新しい光を当てろ。世界は一つずつ変えることができる。富士フイルムバリューフロムイノベーション。